バリクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。えー、っと、産業の哲学の3番目ですね。まあ1回目に、こう貧乏っていうか辛い毎日から解放されたい。しかし技術がない。そこに真空の力というのが発見される。まあそれが糸口になって次々と水力、真空、蒸気とこう進むんですね。 どん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 社会が発達してきます。ちょうどこれは、ここの絵に掲げたのが19世紀のですね、ちょうど中盤ぐらいですね。1850年ぐらいに描かれたイギリスの図ですね、えー。工場が並んでですね、煙が黙々と立っているわけですね。まだ石油は十分に使う、十分地かほとんど使われておりません。石油が使われ始めたのは120年ぐらい前ですから、まだこの頃180年ぐらい前は石炭ですね。 ですから、石炭を燃やした倍煙が黙々と上がっております。で、現代の我々はですね、この図を見るとですね、いや、すごい煙だなと、郊害すごいなと、だから対策取らなきゃいけないんじゃないかなと、後ろ向きに考えるんですね。で、人間の心っていうのは良くなり悪くなり良くなり悪くなるんですね。で、まあみんながもうこの頃すごく楽になってきたんですよ。 えー、1825年ぐらいの4年でしたかね、スティーブンソンが蒸気管車を作りまして、イギリスのですね、ダーリントン、ストックトンの間を蒸気管車を通しますね。で、それまではみんな足で歩いてたんですよ。もちろん馬もありましたし、加工もありましたけども、標準的には足で歩いてたんですね。だからあんまり貧富の差もなかったっていうか、貧富の差はそろそろ現れてはいましたけれども、 貧富の差が形とはなってはいなかったんですね。みんながどん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 良くなっているということで、歩いてはいましたけども、まあ、上機関も発達してきた。まあ、そのうち上機関で人が動くようになり、かつ、まあ、一等車、二等車って区別がつくようになりっていうふうに、まあ、人間ですからどうしても差別へというふうになっていくんですけどね。だけど全体的にはどんどん良くなっていくんですよ。 ですから、この煙を見てですね、当時の人はあ素晴らしいと思ったんですね。これがやっぱり時代の変化、人の心の変化、産業の哲学なんですよ。えー、まあね、あの時代とともに人の感じは全然違う。まあ、日本でですね、1930年ぐらい、まあ、この時期から80年ぐらい経った時にですね、ある歌が作られておりますよ。その歌はね、我が町の七つの煙突から黙々と煙が上がり、 我らの生活はどんどん日々改善されていく。素晴らしいことだ。ナつの煙突の煙は我々の繁栄の象徴だっていう詩があるんですよ。<laughs> まあ、本当に素直な詩なんですね。まあ、蒸気機関車も通り始め、えー、電気が発見されてですね、そのうちエジソンが登場してですね、伝統を作ると。 伝統ができるまではですね、人間は夜は寝てたんですよ。だからまあ言ってみれば12時間ちょっとぐらいは活動ができたけど、人生は1日の24時間のうち、まあ簡単に言えば13、4時間しか使えなかった。しかも夜は使えなかった。我々の今の生活はどうでしょうかね。<laughs> むしろ夜だけの生活の人がいたりしますよね。それからまあ睡眠時間がショートスリーパーで、 6時間ぐらい狙いっていう人は18時間も使えるようになる。エジソンの伝統の発見っていうのは、えー、結局人類から夜というものを追放したわけですね。まあ、この頃電気も発見され、鉄鋼生産もですね、天炉が発明されましてですね、それでものすごくの勢いで鉄ができるようになる。鉄ができるようになると鉄橋もできるし、そのうち鉄筋コンクリートの建物もできるようになる。 ということでもうガラリと社会が変わっていきますね。この世紀の19世紀の終わりには、えー、自動車ができます。まあガソリン自動車、現在の内燃機関による自動車っていうのは、ドイツのベンツですね、ダイムラ、それからベンツなんかが発見したわけですが、内燃機関というのはその当時非常に特殊だったわけですね。っていうのはガソリンを鉄の このなんかシリンダーみたいなところに吹き込んでそれを爆発させるわけですから、まあ当初は非常にあの危なく見えました。ですから一番順調だったのが蒸気で動く自動車。それから電気のモーターを積んだ自動車。今で言えば EV ですけど電気自動車ですけどね。そっちの方がまあ伝統的な乗り物ではあったの。伝統的っていうか乗り物自身がその時から始まったんですけどね。ですからダイムラベンツが 発明したガソリン自動車っていうのは、みんなから言うと危ない変なやつが出てきたなと、そういうふうに思ったわけですが、現在では逆ですね。なんかガソリン自動車が古くて、電気自動車が新しいって言えば電気自動車が先なんだと。わずかですけどね。1880年代ですけども。まあそういう時代ですね。だけどもこの19世紀、まあちょうど19世紀が明けた1804年に、 トレビシクっていうのがですね、高圧蒸気機関を作ります。これが真空の力が終わって、それがさらに発展して蒸気の力になりましてね、膨大な力をはっきりすることができるようになりました。ジェームス・ワットっていう人はですね、18世紀の終わりの人なんですけども、この人はあの、慎重派の人だよね。やっぱり加圧式の蒸気機関は危ないから真空で行こうやって人だったんですね。ですからまあ発展に限界がありましたが、トレビシクが 鉄の塊でできた蒸気管を作って、それで飛躍的に蒸気機関車とかですね、大規模な工業が発達するっていうのになります。えー、っと、まあ、産業の哲学から言えばですね、最初に望みがあり、望みが達成されない。それがある技術が開発されて、望みが達成できることが起こる。それが試されると社会が変わっていく。 反対運動がどんどん起こる。機械打ち壊し運動。しかしそれはやがて違うということが分かって、どん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 今度は逆に、高圧蒸気機関、蒸気機関車、それから鉄鋼生産の天炉の発見、もう電気の発見って次々と進んで、えー、人類はやがてですね、あ、これが素晴らしいことだったんだ。これが自分たちが 求めてたことだったんだってことが分かるんですね。で、これが19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、まあ自動車ができ、電気が使えるようになり、工場ができ、そして自動車が誕生すると。まあいうのにつながるんですね。うん、その間約100年かかりました。えー、つまりトレビシックがクワッジョ機関を作ってから、ダイムラ・ベンツが内燃機関の自動車を作り、それが大規模に発展していく。 ということによって、ついに200年間ぐらいで、えーまあ、期間としては300年ぐらいかかるんですけども、前後ですね。まあ、200年間ぐらいの中心期間によって、それまで何万年と続いてきた辛い人類の筋肉の動きがたい取り払われるわけです。もちろん、まだ残りますけどね。だけど、大半が取り除かれるわけですね。ですから、寿命もぐっと伸びてきますし、 まあ、それまではやっぱり、まあ、筋肉を使いますから、男性は、まあ、あ畑ではクワを振るい、炭鉱では、つる足を振るってですね、まあ、40歳ぐらいになると体ボロボロになりますから、大体いい平均寿命っていうと、40を超えるのがせいぜいだったわけですね。女性もですね、医学が発達する、医学もやっぱりこういうものが発達しないで、医学も発達しません。医学だけが発達するっていうことはできません。例えば、電気が、 伝統ができなきゃ暗くて診察もできないとかね、手術もできないとか、まあこういうことになりますしね。同時に化け学がですね、発達しないと麻酔も進みません。いろんな薬も発見されませんね。ですから、染料の発見、服のね、染める染料なんかがどんどん進まないと薬なんかもできてきません。まあ、この時期に、えー、病気っていうのは最近で 金で微小な生物で起こるんだと。まあ、いうことが鶴首の実験によって分かり、さらにジェンナーによって、えー、まあ、今でいうワクチンができますね。まあ、そういうふうにこう、次々と医療も発展してきます。つまり、基礎的なものが発展しないとですね、それに付随して、まあ、いろいろな本当の、まあ、私たちが希望しているものを発達しないわけですね。で、付随しましてそういうものができますとね、 メンデルの遺伝の法則なんかもできまして、大、え、体、ー、いい生物の体が DNA にで,できてるかとかね、それからダーウィンが進化論を唱えましてね、人間は、えー、神様が作ったもんじゃなくて、もしかすると猿が進化したんじゃないかっていうようなことも明らかになってきます。生物学ですね。ですから、生物学も進み、生物学とかそういうのが進むにつれて、えー、豚の飼育とか牛の飼育とかですね、さらにはメンデルの 遺伝の法則が発見されて、穀物とか果物の改善が行われると。まあこれはやはりそういったものが行われるのは、やはり基本にですね、えー、真空の力の発見があり、それに対する技術のアプローチがあり、それが、えー、みんなの希望に沿って産業が発展し、産業に対する強い憎悪、憎悪の念が起こって機械打ちくばし運動が起こり、 さらにそれが希望によって打ち消されて、どんどん進む。そしてついにこの1900年の終わり、1900年の終わりっていうか、1800年の終わりですね、1900年。